皆さんこんにちは、素人歴史研究家ルファです。僕たちの周りには豊かな歴史を持つ魅力的な観光地が数多く存在しております。これらの場所は単なる美しい景色や楽しいアトラクション以上のものを僕たちに提供してくれます。それはその土地固有の歴史的背景、伝説、そして時に忘れられた物語です。このチャンネルでは観光地それぞれの歴史を深掘りし、訪れる価値がなぜ高いのか、その背後にあるストーリーを詳しくお伝えしていきます。歴史を通じてそれぞれの場所がどのようにして今の姿になっていったのかを探っていきましょう。というわけで今回お話ししたいのが、草薙の剣の移動経路の古代から中世編についてのお話をさせていただきたいと思います。前回の動画でですね、神々の時代の草薙の剣の移動経路というものをお話しさせていただきました。そもそもですね、こちらの草薙の剣というのは今は熱田神宮というところに祀られておりまして、日本の皇室にとって非常に重要な三種の神器という国宝級の宝ということで非常に大切にされているものなんですけれども、どういった経緯で現代のこの熱田神宮に祀られているかというところのストーリーをですね、前回からお話しさせていただいているんですが、前回のお話で言うと、まずスサノオという神様がヤマタノオロチという怪物を退治した時に発見したのがこの草薙の剣であるというところで、その草薙の剣をですね、高間ヶ原にいる姉のアマテラス大御神に献上し、その献上された草薙の剣はですね、孫のニニギに託されて地上世界に持ってこられるというような、そういったところまでお話しさせていただきました。で、今回はですね、その後、どういった形になっていくのかっていうところの中世編までお話しさせていただきたいなと思っております。それとですね、今回も最後にですね、 AI で作った伝承の主題歌みたいなものをですね、作成させていただきまして、それの MV みたいなものも最後にくっつけております。内容を把握していただいた後にですね、この歌を聴くとですね、心にグッとくるものがあるかと思いますので、ぜひそちらの歌の方もね、楽しんでいただければなと思っております。それではですね、ざっくりとこの古代から中世までどんな流れなのかというようなところを最初にざっくりお伝えさせていただきまして、その後もうちょっと細かく詳細の方を詰めていきたいなと思っております。まずですね、こちら草薙の剣はですね、この八田の鏡とか、あとですね、八坂にの勾玉など他の三種の神器と一緒にニニニの命という方がですね、地上世界に持ってきて、そのひ孫の神武天皇、初代天皇ですね、こちらの方に受け継がれ、神武天皇がですね、東征という形で九州の方からですね、関西の方にこう移動してくるというようなことがあります。で、その際に一緒に持ってきて、その後はですね、皇居に、保管されるというような流れになっています。しかしですね、時は流れて崇神天皇という、天皇の時代にですね、この皇居に置かずに皇居の外で祀られるようになるんですね。その際ですね、この皇女の豊助入姫という、皇女の方にですね、こう持って行ってもらって、ちょっと転々とすると、そして大和姫によって伊勢神宮の内宮に祀られるんです。で、その後ですね、大和武尊という古代日本において、英雄とされる方によってですね、さらに大和武尊の東征物語という、神話があるんですけれども、その際にですね、この刀は大和武尊に預けられるんですね。で、大和武尊はですね、この東征後にですね、尾張の国で結婚した宮津姫っていう、女性がいらっしゃるんですけども、その方に刀を預けるんです。で、その後ですね、大和武尊は亡くなってしまって、この宮津姫が草薙の剣を熱田神宮に祀ると、そういったような流れになっております。それではですね、もうちょっと詳細の方を詰めていこうかなと思います。で、まず天孫降臨後はですね、この皇居内に祀られるっていうようなことだったんですけれども、皇居って一体どこなんだろうっていう言葉の意味としてね、調べてみたところ、皇居は天皇のお住まいという意味らしいので、天皇の住んでいる場所が変われば、その都度皇居も変わるというようなことで、草薙の剣はこの日本神話によると、こうニニギが、持って地上世界に降りてくるんですけれども、そのニニギが降りたのが、九州の高千穂というようなことで、初代天皇の神武天皇の際まで、九州にあって、神武天皇の統制の際にですね、近畿地方の方に移動したということが予想されます。
とはいえですね、この辺というのはですね、古事記日本書紀にも詳しくこの草薙の剣についての記述というのはないので、ここはあくまで予想なんですけれども、どうやらそういった流れじゃないかというのは、あくまで僕の中の予想です。そしてですね、時は流れて、10代天皇の崇神天皇の時代まで飛びます。日本書紀によると、やがてこの、10代崇神天皇の時代に神宝って言って、神の宝と書いて神宝ですね。神宝を宮中にこう祀っていると、あまりにもそのパワーが強くてに恐れ、この崇神天皇は娘の豊洲入姫によって笠縫村っていうところに移動するというようなことが書かれています。でこの笠縫村っていうのがどこにあったのかっていうのはですね、これ諸説いろいろありまして、どうやら奈良のどこかじゃないかっていうようなことが、現代でのある程度の見解になっております。そしてその後ですね、この大和姫に引き継がれて、11代天皇のですね、水仁天皇の時代に豊洲入姫から合わせて60年をかけて現在の伊勢神宮の内宮に落ち着いたということなんですね。これが伊勢神宮の起源となったと言われているんです。で伊勢神宮にはですね、八田の鏡というのが祀られていて、それは今も御神体として祀られていると言われております。ここで の皇居から一度持って伊勢神宮に移した経緯というのがですね、このパワーがありすぎて恐れたためっていうようなことなんですけれども、ここで何がそんなに怖かったのかっていうのはですね、これもまた諸説があって、いろいろ調べていくと面白いところです。そしてですね、さらにその次の時代の12代天皇の景行天皇の時代に入ります。で景行天皇というのはですね、英雄大和尊の父親としても有名な天皇です。でこの大和尊神話というのもですね、非常に面白くて、ここについてはですね、もうちょっと詳しくお話ししていこうかなと思います。昔々日本のこの、天皇の息子である大和尊は、父である景行天皇の命令で東の地方を征服するために旅立ったと言われております。旅の前にこの大和尊はですね、伊勢神宮で神に仕える祖母の大和姫から特別な刀を受け取ったと言われています。その刀こそこの草薙の剣なんですね。で、前回の動画でもちょっとお話ししたんですけれども、当時は草薙の剣とは呼ばれてなくて、雨の村雲の剣と呼ばれていたそうなんです。で大和尊がですね、この旅を続ける途中に駿河の地、今の静岡県あたりですね、で敵に囲まれるというような事件があります。そしてこう火矢を撃たれてですね、その野原はですね、こう瞬く間に火の渦になってしまったと。で焼き死にしそうになるところを、しかしですね、彼はですね、この大和姫から授かった、当時雨の村雲の剣でですね、この周りの草をですね、投げ払ってですね、火を逆に向けることによって、その窮地をなんとか逃れたというような伝承が残っております。でこの出来事からこの刀はですね、この雨の村雲の剣から草薙の剣と呼ばれるようになったと言われるんですね。草をなぎ倒す刀ということで草薙の剣ですね。でさらにですね、ちょっと面白いのがですね、静岡県の焼津市っていう地名があるんですけれども、この地名の起源が焼くって書いて、津って書いて焼津っていうんですけれども、この地名こそ大和尊のこの物語の伝承から名前が命名されたと言われております。そしてですね、大和尊は東国を征服する旅の中で草薙の剣をこの妻のですね、宮津姫に預けました。しかしですね、大和尊はこの刀を預けたままですね、ちょっと山に行くことがありまして、その山で命を落としてしまうということなんですね。宮津姫は夫の意思を引き継いで、この刀をこの熱田神宮に納めて、現代の熱田神宮に置かれているというような、そういった流れになっております。これが、古代から中世編というようなお話となっております。ここで熱田神宮に祀られるということは、このまま熱田神宮にこう祀られているのかと思いきやですね、ここから現代までもですね、非常にいろんな事件があるんですね。そのお話はですね、また後日お話ししていきたいなと思っております。いかがでしたでしょうか。今回はですね、この草薙の剣の古代から中世編にかけての移動経路について詳しくお伝えさせていただきました。草薙の剣は、スサノオがヤマタノオロチを倒して、アマテラスに献上され、天孫降臨を得て、さらにですね、数々の、天皇や英雄の手を得て熱田神宮にたどり着いたというような、お話でした。この刀には、日本の歴史や神話がいろいろ詰まっていて、僕たちのこの想像力をですね、かきたてる非常に面白い話となっております。だからこそこの草薙の剣のこの旅はですね、
この日本の文化と信仰の象徴と言えるんですね。というわけで本日は草薙の剣の古代から中世編お話をさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が少しでもいいなと思っていただければいいねボタン、そしてもしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それではですね、最後に AI で作ったこの話のストーリーをですね、主題歌にしたものをですね、最後にお聞きください。それではどうぞ。草薙の剣の旅路を追いかけて、古代から中世へ、大和の桜の伝説、伝説の剣その糸けろ、日本歴史に深く刻まれて。皇居に祀られた雨の村雲の剣、山の鏡とともに天皇の家、主人天皇の時代、たよすき襟姫が奈良の地に移し、剣を守り抜く伊勢神宮の内宮へ、水民天皇の時代に大和姫が剣を祀る、伝説がここに始まる。草薙の剣の旅、古代から中世へ、大和尊の東へ行く、伝説はここに始まる。草薙の剣の旅、古代から中世へ、大和尊の東へ行く、草をなぎ払い火を消す剣、壮大な物語永遠に。東西の旅、かける伊勢神宮で叔母から剣を授かり、駿河の地での危機、のびに焼かれそうになり、剣で草をなぎ火を逆に向けた、その出来事から草薙の剣と呼ばれる。大和尊はみやず姫に剣を預け、忍びの旅剣を守り抜く、宮津姫が熱田神宮に祭り。草薙の剣の旅、古代から中世へ、大和尊の東へ行く、伝説はここに始まる。草をなぎ払い火を消す剣、壮大な物語永遠に。大和尊の死跡に残る剣、宮津姫が熱田神宮に祭り。草薙の剣の旅は続く、日本の文化と信仰の象徴。ここに終わり、次もまた伝説を紡ごう、共に冒険しよう、神話と歴史の世界。